皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、英雄伝説戦略石2実況プレイパート49やっていきたいと思います。こちら今いるのがですね、ケルディック、ここで一回ね休息をしているところなんですけども、とりあえず一通りのサブイベントは回収したので、お話を進めていこうと思います。あとですね、撮影外で、この本和がカプチーノというアイテムを、入手できました。入手というか、まあ、レシピですね、誰かにね作っていただきましょう。よし、ではお話を進めていきます。第2幕の今やってる第2部の2つ目のお話ですね。この先にカレージャスが停泊している。出発まで時間はあるけど先に戻っているか。では戻りましょう。待ちたまえ。お、あの時のフードの男。あなたは。どうやら覚えてくれていたようだね。光栄だよ、リン・シュバルザー君。俺の名前を。あなたは一体何者なんですか。俺たちは少佐をかけながら助けてくれたようですが、何が目的なんですか。そう焦るものじゃない。今こそ私の正体を明かすとしようじゃないか。え？じゃじゃじゃーん！なんと正解はこの私だったのでした。トマス巨漢？トマスライサンダー巨漢。こんにちはリン君。元気にしてましたか。この人あんな渋い喋り方もできたんだね。どうしてこんなところにトマス教官が。いや、そもそもなんで変装を。いや、実は少し前から私も士官学院を出ていまして、教官だとバレたらいろいろと面倒そうだったのでしばらく変装してたんですよ。意外と気づかれないものですね。何が何だか。じゃあ総流橋で俺たちにヒントをくれたのは。ええ、騒ぎにならないようこっそりとお手伝いしたくって。それでは私もカレージャスにぜひ案内してください。これからバンバン皆さんの力にならせてもらいますから。え、いきなりですか。まあ力を貸してくれるなら心強いですけど。相変わらずひょうひょうとするのか人。こうして俺たちはケルディックで新たな仲間と協力者を迎えつつ、そのまま再び帝国各地の状況を確かめるために出発したのだった。お疲れ様。どうかな。リンク、よし完璧。本当にお疲れ様。さすがはカレージャス、どこを見ても素晴らしいですね。いやー、私も前々から乗ってみたかったんですよ。ああ、そうですか。しかしあのフードの男がトマス教官だったとはな。さすがにびっくりしたよね。私も全然気づかなかった。フィーもね、気づけないくらいの変装だったから相当なのかもしれないね。まあ、あの人があんなこうかっこいい喋り方すると思わなかったから、まあ気づかなかったんでしょうけども。
ポワンとしてる割には意外な才能があるわね。でもどうしてトリストは離られたんですか？実はバンデーク学院長からお願いされましてね、各地に散った学院生たちの様子を確かめていたんですよ。困っている学院生がいたらそれとなく助けたりとか。そうだったんですか。私はジョルジュ君も学院長のおかげでみんなと合流できたけど、つくづく俺たちは多くの人に助けられているんだな。ああ、実感してしまうな。ちゃんと心に留めておくことね。ともかく総流場所の一件は何とか解決することができた。これから再び各地での情報収集を始めるとしよう。ああ、そうだな。新たに総流橋とケルディックに降りられるようになったけど、各地の手伝いもしつつ、今までの場所でも改めて情報を集めた方が良さそうだ。会長、また依頼とかは入ってるの？うん、王子殿下から届いてるから確認してみて。 OK。 も、真の能力テスト。ナイトハルト少佐、シュバルツァーが狩る化身の能力について確認したいことがある。暇を見て総流場所のメイン通路まで来てくれ。ナイトハルト少佐の人で戦うの？ガリリア感動の手配魔獣。オリワルト王子からガリリア感動に危険な大型魔獣が出没中とのこと。7組諸君には速やかなる討伐を願う。アビスワーム。ガリリア感動ね。OK。露天風呂の異変。ん？近頃保育館の露天風呂で夜な夜な不審なことが起こります。お手すきの際で構いませんので、どうか調査をお願いいたします。詳しくはユミルの保育館フロントのバギンスまでお問い寄せください。バギンス。ほう、何があった？いろいろあるね。ナイトハルト少佐からの依頼が来ているとは思わなかったな。しかも鬼神絡みか。何なのかしらね。どちらにしろ手配魔獣と合わせて必ず顔を出した方が良さそうですね。でも今回の依頼は面白そうなものばっかりかも。リン、地上にいるときは絶対僕に声かけてよね。もう遊びじゃないのよ。まあいいさ。とにかく行動再開だ。みんな気を引き締めていこう。 OK。 ドミリアムがしばらく固定メンバーになりました。じゃあこれでね、パーティーを組んでいきたいんだけども、どうしようかな。必要な人数まず最低限入れておかないといけないけども、途中でね、学生の回収とかもしなければならないので、多分必須の人間がね、いるはずなので、それを入れていきたい。多分、ユーシスと、エマ。あと誰だろう。とりあえず、このくらいかな。あとはそうですね、一応ちょっとレベルが低いからな、この二人いるとこ。いや、とりあえずこっちにしようかな。うん、これでいきます。カレージャスの3階でベッキーの交換が利用できるようになりました。お、ベッキーの店では特定のアイテムをよりグレードの高いアイテムや珍しいアイテムに交換することができます。それ以外にもストーリーの進行で取り逃したアイテムなどが掘り出し物に並ぶことがあるので、たまに覗いてみるといいかもしれません。了解です。よーし、それでは活動開始だ。の前にだね、グレード多分またできるだけだと思うんで、遊びに行きたいな。グレードで遊ぶためにはどこだ？2階かな。そうだな、今回の話と関わりのある人にしよう。とりあえずミディアム。よし、勝負だね。さあ勝てるかな。あー、手札がそんなに良くないぞ。ほらほら、
1枚引きなよ。同点。これはちょっとミラーの使いどころが肝心だな。僕の成功だね。食らえ。いきなりボールとか。とりあえずブラストを打って、はあ、あー大したことない。これで復活。大きな数字が同点。でもそこに6があったってことは多分そんなに大きいかとも思ってないんじゃないか。僕の先行だね。ごめんね。初手それできたか。どうしよう。多分フォースとか持ってなさそうなんだよな。じゃあミラー。どうかな。俺の弓が当たってればいいけど。もらったな。ブーブー大人げない。悪いね。あとは何気にアリサもね、関わりがあったり、ね、あでもアリサの絆ポイントもうレベルマックスだしな。やんなくてよかったか。おお、いいね、フォースがあるぞ、いいね。さあ、ドローしてちょうだい。こちらの先行ね。同点か。そこで仕切り直しにする。こちらの先行ね。よしよしよし。ミラーよ。このくらいだったらまだいいぞ。ボルト。はい、復帰。じゃあボルト、うん、やってくれたわね。あ、まずい、ブラスト。あー、フォースが選ばれた。あ、でも勝った。そんなのある。もう一回やる。お、今回調子がいいぞ。さて、じゃあ次どれにしようかな。ユーシス行こうか。仕方ない、付き合ってやろう。お、いいね、フォースがある。カードフォースがあったらもうなんか勝てそう。同点か。俺から行かせてもらうぞ。なかなか手札も数値が大きい。よし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 。お、クラウがいい。まだまだ。ソラ、こいつはどうだ。じゃあこうしようか。食を材な。暇つぶしにはなったぞ。ごめん、なんかやばい、今日調子がいいぞ。前回ボロボロだったのにな。誰にしようかな。じゃあソラ教官。ゲーム開始ね。あ、手札があんまり良くない。カードを引きなさい。私が先行ね。微妙だな。この件でブラストとくか。やってくれるじゃない。やってくれるじゃない。厳しいな。やってくれるじゃない。イカズチよ、イカズチよ。おお、これはサドンです。仕切り直すわ。そちらが先行、ね、負けた。あー、でもいい勝負だったな。あと一人誰にしようかな。そうだな、マキアス。やるからには手加減しないぞ。わー、手札が悪い。さあ、君からのようだな。前半めちゃくちゃ調子よかったのにな。ブラスト。
くの早いな。わ、一番いいやつ持ってかれた。はい、すみません、なんかいきなり音声が飛んでしまったので、機械再起動しました。やっていきます。てかもう結構厳しいんだよな、この状況。まずいぞ。やったな、ちょぼい。ここで来たか。厳しい。ここで来たか。フォースだ。わあ、これはもう勝ち目がない。僕。いやミラーを使うタイミングをしくじったか。まあいいや。よし、やっていこう。そういえばあいつはどこだ。あ、いた。ちょっとノート関係のやつでちょっと回収をしておこうと思います。いた。公女殿下、セリーヌと一緒にいたんですね。ええ、楽しくガールズトークをしてたところなんです。なんといってもセリーヌさんは私の大事なお友達ですから。なんでこんなに懐かれたんだか。ユミルから数えても半月くらいの付き合いでしょうに。そんなことおっしゃらず、せっかく縁あって同じ艦に乗ったんですし、仲良くいたしましょう。ユミルではリンさんのお背中を一緒に流した仲ではありませんか。流してないから。セリーヌが遊ばれている。さすがは王女殿下だな。そこ納得しちゃうんだ。よし、ちょっと武器屋だけ見ていこうかな。さすがにちょっと装備品を新調しておかないと。武器屋、お、新しい装備品が売られています。もちろん買いましょう。金使ったな。一気にお金なくなっちゃった。換金しても足んねえや。あー、リーンのそれ攻撃力関係か。そんな大きく変わるわけでもないし、とりあえず人数分買っとけばいいかな。5人分。いいでしょう。よし、どう、ではでは、次は攻防でね、武器を強化します。よし、いいでしょう。じゃあ早速、クエストのね、攻略に向かいたいと思います。
カレージスで新たにケルティックに行けるようになりました。ルナリア自然公園に行けるようになりました。総流橋に行けるようになりました。東ケルディック街道2の南端から北クロイツェン街道3に出られるようになりました。総流橋の東側から総流橋ガリレア要塞方面に出られるようになりました。どこへ行こうか。オッケー、じゃあとりあえずユミルに行きます。カレージャス発進。とりあえず雑貨屋に行きたい。俺の料理フォンデュ、新しい料理を覚えます。これかチーズフォンデュ。本和がカプチーノ、これ誰が作ったらいいんだろう。それでは始めますね。ロイヤルカプチーノになりました。よし、頑張ってみるか。少し凝ってみたが、どうだ。デザインカプチーノ、あーなるほど、外遊者らしいかもしれない、ある意味。まあ任せておけ。ね、外遊者ガキですからね。これは何が起きた。ブラウンリキッド。確かにユーシスはもしかしたらコーヒーよりも紅茶派かもしれないね。へへ、何ができるかな。本当何ができるかな、怖いな。なんだろこれ。ヒートバーガー5ターン CP プラス20。あ、それはそれで強いかもしれない。チーズフォンデュ。へへ、何ができるかな。僕のとっておきだよ。わがままチョコフォンデュ。チーズどこ行った。ふん、まあ任せておけ。ほう、ゴールデンフォンデュ。よし、頑張ってみるか。うん、あれ成功した。よし、頑張ってみるか。うん、あれ成功しやがる。よし、頑張ってみるか。うん、あれあれあれ、ちょっと待って。よし、失敗していいんだけど。頑張ってみるか。うん、よしたー、ミラーフォンデュー、魔法反射、魔法反射って。よし、まあ、いいや。そしたらですね、スノーボードもやりたいんだけど時間が中途半端なので、とりあえずクエストやっちゃおうかな。それで宝玉館に向かいます。入浴して CP 回復しよう。あ、そういえばクオスが全然遊びしねえや。何でもいいからつけなきゃ。間違った。
とりあえず適当な配置でコースセットしました。こんにちは、バギンスさん。おお、若。もしや依頼の件で来てくださったんですか？ええ、まずは話を聞かせてもらおうと思って。最近ここの露天風呂で不審なことが起こるって？はい、それも夜な夜な実には様々な現象が。どこからともなく奇妙な音が聞こえたり、壁に映った動力灯の影が動いたり、空に向かって白い影が飛んでいくのを見たという報告もあります。それはまた、まさかのそっち系？そういえばお前は幽霊の類が苦手だったな。別に苦手じゃないもん。得意じゃないってだけだし、それを苦手と言うんだ。それは同じことだろう。お気持ちはわかります。それでその異変には心当たりはないんですか？ええ、お恥ずかしながら全くもって、まだ手がかりすらつかめていない状況です。そうですか。すると調査するなら、実際に夜を待ってみる必要がありそうですね。ってことはみんなでお泊まり？ええ。実はそう思って準備もさせてもらいました。若たちの忙しいのは重々承知なのですが、お願いできますでしょうか？いいでしょう。ええ、それじゃあ引き受けさせてもらいます。そりゃよかった。どうもありがとうございます。それじゃあみんなここへ呼ぶ？ああ、とりあえず全員で集まって話をしよう。これでね、日数経過したんですけども、他のクエストは引き続き受けることができるので、まあ心配ないでしょう。さと、これでみんな揃ったか。それでバギンスさん、昨夜も異変が起こったそうですね。はい、それについてはうちのパープルが。ではお話しさせていただきますね。昨日は確か夜の11時くらいでした。仕事を終えて露天風呂に入らせていただいたんですが、ふと誰かの視線を感じてその方向を向いたんです。ですがやはり誰もいらっしゃらず、にもかかわらず雪の上にはまだ新しい足跡が残っていたんです。それで私気になってしばらく眺めていたんですけど、そしたら何もないところに足跡だけがサクサク次々に浮かび上がってきて、それで怖くなって裸のままで飛び出して私に見つかっちゃうっていうね。ちょっとメイプル、そこは内緒にしておいてって言ったじゃ約束したじゃないですか。それはまた大変でしたね。話が微妙に締まらないのは置いといて、何もないところに足跡だけが浮かび上がるか。まさかとは思うが、そういえばこの辺りはもともと霊的な気配が強い土地柄だったわね。となればあながち、ミリアムが面白い。うるさいの間違いだろう。なんとも賑やかなことだ。これじゃせっかくの怪談話も台無しだわ。まあいずれにしてもやるべきことは一つって感じね。ええ、とにかく今夜は交代で露天風呂を見張りましょう。やっぱり露天風呂は落ち着くな。ああ、本当に最高の気分だ。でも調査と言いつつこんな贅沢をしていいのかな。まあたまにならいいのではないか。ああ、むしろこのくらいは当然だろう。それにしても特に何も起こる気配はないが、夜な夜なって話だから待っていれば出るんだろうけど、もしかすると男には興味のない幽霊だったりしてな。ちょっとみんなくつろきすぎ。ミリアム、おい、何を勝手に。よしすったら慌てちゃってウブだな。何の話だ。それはともかくミリアム、さすがにこれは女性として、もうだったらちゃんと時間に上がりなよ。あ、そういえばもう交代の時間なんだっけ。思わず忘れてしまっていたようだ。それは申し訳なかったな。男子ったら何をのんきにくつろいでたのかしら。まあ気持ちはわかりますけどね。それにしても、
やっぱり大きい。何の話をしてるんだ？何のことですか？渋沢は女性の象徴というが、羨ましいというか反則というか、こっちも侮れないんだけどね。何何？揉んで大きくしてほしいの？いりません。確かにアリサも大きめだもんね。でももう少し欲しいと思っているんだよね。ならいいじゃない、減るもんでもなし。減ります。一体どちらなのだ？試してみる？いや、それは。ほんと騒がしいわね。お？誰？あそこ。お？誰もいないのに。なんとも面妖な。おば。いえ、よく見なさい。羊型の魔獣。まさかあれが幽霊の正体？お、でかい。もう一体いてみたい。みんな、大丈夫か？え、あ、ちょ。やはり魔獣が。ここは俺たちに任せて。リン、さすがにそれは。ああ、少し焦りすぎだろう。え？やっちまったな。リン、そこに倒れ。覚悟してもらう。それより魔獣が、こんなギャグ担当の役割をリンが担うなんて。しかも2匹か。お仕置きはあと、今は魔獣を追いかけるわよ。やっちまったな、リン。逃げたのはこの先で間違いなさそう。坂の下か。となると、ボードで追った方が早そうだ。まずは俺が人たちに後を追いかけるよ。あ、だったら僕もガーチャと一緒に先に行く。魔獣って分かっちゃえばこっちのもんだし。では、後から。お二人の応援に4人、残りの5人を待機という形にしましょうか。あ、それで問題ないだろう。だったら素早くメンバーを決めちゃいましょう。はい、じゃあ今回ちょっと急ですけど、ここまでにしておきたいと思います。次回この続きから、さてね、女性がこう見張ってる最中に焦って飛び出してしまったリンは結局何か処罰を受けるんでしょうかね。ある意味楽しみではあります。はい、では英雄伝説戦略的2実況プレイパート49、最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てきれな。